皆さんこんばんは、トミーの水野です。この、ボイスブログではですね、声だけでという形で、皆さんに、車の運転しながらとか、お料理をしながら、お洗濯をしながらで、ながらで聞いていただけれるような、声だけの、ブログになっておりますので、もしよかったらお聞きください。今日も心の美容という形で、表面的な美容ではなく内面的な美容をお伝えさせていただきます。はい、今日はですね、リクエストが多かったのでメニエール病についてお話ししたいと思います。私は今から7年前ほど発症したんですが、メニエール病っていうのはですね、耳の奥にリンパ液がたまることによって生じる病気なんですね。で、主に30代50代の方が発症することが多いそうで、最初はこう耳が詰まったような感じが、違和感が出て、そのうち私の場合はですね、ちょっとこう音が聞こえにくくなってきました。で、その後に頭痛が激しくなって、で、めまいと頭痛で悩まされることになるんですが、もうほぼ生活が、日常生活が厳しいぐらいに、まっすぐ立てれない状況にもなって、お仕事はさせていただいてたんですけども、お仕事の以外の時間は寝たきりというのをですね、約2年ぐらい過ごして、ちょっとこう苦しんだ病気だったんですね。で、やっぱり一番つらかったのは、ほとんど両耳がだいぶこう聞こえがひどくなってきて、ずっとこうこもってる状態で音が聞き取れにくいので、やっぱり仕事の時にお客さんの話すことがなかなか最初理解できなくて、で、途中で自分で学び出して、口を読む練習をするようになって、だいぶ会話は成立するようになってたんですけども、もう本当に会話がなかなかうまくいかないっていうのが一番辛かったですね。で、あとは寝たきりの時間っていうのが増えて、ちょっとそうですね、だいぶ精神的に落ち込んだなという、それは30代前半の時に起きたことなんですね。で、治療はお医者さん、病院へ行って薬を飲んでいたんですけれども、だいぶ、ちょっとこれ経験した人ならわかると思うんですけどね、だいぶメニエール病のお薬ってまずいんですよ。すごくまずい。液体でね、飲むお薬があるんですけど、すごくまずいお薬があって、もうそれを飲むだけでも大変だったんですけども、もう一生懸命治そうと思ってね、一生懸命飲んでました。でもやっぱ途中で副作用だったりとか、薬の量が多かったのと、私の場合同時に喘息発作があったので、夜寝れないという期間がもう何ヶ月も続いてて、なのでめまい、頭痛、耳鳴り、咳が出て横になると息ができないという、なので喘息の薬とメニエールの薬を飲んでた時はもう正直もうパニックですね、体が。で、やっぱりこう、当時親しいお友達がいたんですけれども、お家に助けに来てくれたことがあって、その時にもう薬がお部屋中にバーッとばらまかれてて、自分で私記憶ないんですけどもね、薬をもうお部屋中にばらまいちゃってて、相当もう嫌になっちゃったんでしょうね。いつまでこんな生活してるんだろうっていうところで、やっぱいろんな、そうですね、人間関係も変わって、やっぱりお友達も去ってしまった方もいっぱいいました。で、やっぱり元気な時はね、お友達もたくさんいたんですけど、自分の体が弱っていて、こう、そうですね、寂しかったですね。そういう、去っていく方もいるんだなと思いながら、やっていたんですけれども、本当にいいね、お客様がいて、このままじゃまずいなって気がついてくださったお客様がいて、最初ですね、ここからちょっと克服していった、元気にね、私今
健康になってきたんですけども、その健康になるまでのちょっとプロセスをですねお話ししたいなと思います。はい、そうなんです。で、すごい心配してくださったお客様がいて、そのお客様が最初岩盤浴の中でヨガをするものをご紹介してくださって一緒に行ったんですね。だいぶ私、めまいがねひどいっていうのもあったので、お風呂に相当使ってなかったんですよ。浸かると余計目が回っちゃうし、で岩盤浴連れてっていただいた時に本当に久々にこう血の巡り、血液の巡りをすごい感じて、でそんな長時間はいなかったと思います。本当に10分いたかどうかだったんですけど、こう本当に内側から体の冷えが改善されたような気がして、ちょっと調子が良くなってきたんですよ。でちょっと頑張って通おうと思って週2回ぐらいは岩盤浴を通い出して、こう内臓を温めるっていうんですか、でもう慣れてきたら、20分おきに入って、それを3セットぐらい続けてたかな。1時間ぐらい岩盤浴行って、で水素風呂っていうのがあったので、お風呂でまたさらに体を温めて汗を流すっていう風でやっていたんですね。そうしたらだいぶ1ヶ月ぐらいですごく調子が良くなってきて、頭痛とかがちょっと減ったんですよね。なのでやっぱりいかにねこう血の巡りを良くするって大事だなっていうのは感じて、そうですね、3ヶ月ぐらいするともうお薬は飲まなくなってきた気がします。喘息の発作も減ってきて、夜寝れるようになってきたんですね。今まではもう夜は全く寝れないという状況だったのでね、咳がひどくて、だから睡眠がやっぱ取れるようになったらだいぶ健康的になってきて、で、食事をじゃあ改善しようと思って、お客様がいろいろご紹介してくれたお食事があって、なるべく添加物を取らないように自然なものを食べようと思って、食生活すごく変えました。基本的には和食、ご飯か玄米、あと16穀米とか、それプラスお味噌汁、お漬物、納豆、ひじき、おから、お豆腐とか、お魚とか、もう本当和食定食みたいな、そういう食生活にシフトしていきました。で、なるべくこう添加物を取らないように、ドレッシング、サラダにかけるドレッシングとかもなるべく自分で作るようにしてやったりしてましたら、本当にね見違えるように体調が良くなって、で耳もだいぶ聞こえるようになってきたんですね。だいぶ音がね、人との会話も難しいぐらいになってたのが、だいぶ耳が聞こえるようになってきて、あ、やっぱり体をまず温めること、冷やさないこと、そして食事、添加物っていうものを気をつけて、なるべく自然なものを摂取する、あ、こんなに体が良くなるんだって思いました。また他にステップがあって、スキンケアも見直しをしました。スキンケアも防腐剤とか添加物入っているので、もう全部変えましたね。香料があるものとか、着色料がないものを全部チョイスして使ってます。今使ってるスキンケアは私のサロンにも置いてあるんですけれども、3年半ほど使ってます。だいぶこうくすみが取れて、私の場合は透明感がすごい出てきたなっていうのを感じてます。体にねいいものを選ぶと、スキンケアも変えていくと、そして食事も変えていくと、こんなにね体が軽やかになるんだなっていうのはすごく実感しました。なので本当に大事なことですね。まず体を冷やさないこと、必ずいつも体を温かい状態にしていくこと、そして血液の巡りを良くすること、そして食生活、自然なものを取り入れていくこと、あとはスキンケア、スキンケアも体にいいもの、防腐剤がたっぷり入ったものは使わない、それを決めて行動を起こすと本当に体が軽やかになります。
脳のね働きも変わるんですって。だいぶやっぱり添加物によって脳の働きもダウンしたりするので、仕事の効率がとても良くなりましたね。あと物忘れがちょっとひどくなった時期があったんですけれども、やっぱりこう回転が良くなってくるので、すごく切り替えが、仕事の効率もアップしたなっていうのは感じます。今日はメニエール病についてお話ししました。私の体験だったので、自分でこう調べていったこともありますので、必ずですね、お医者様にご相談しながら、もしトライできるものがあったら、ぜひトライしてみてください。皆さんの体も心も、健康になるように心より願っております。はい、じゃあ今日も聞いていただいてありがとうございました。トミーの水野でした。それではおやすみなさい。